こんばんは。2月2日小川入りの大きにラジオリターンズ、お相手はシンガーソングライターの漢字の小川にカタカナの入りで小川入りがお届けしていきます。今日はもうなんか変な声ですね。どんどん鼻声になってきておりますが、なんとかね声が出るからちょっと大きにラジオリターンズ頑張っていきたいと思います。ちょっとね体調不良で2週間ほどFM 雪国をお休みをいただいているんですけれども、これはですね雪国の後輩の渡辺くんが挙げてくださっております。ごめんね渡辺くん、ありがとう。本当にいやーなかなかねいろいろ気になる昨今ではございますが、本当皆さん体調気をつけていきましょう。私はというと1月31日が、誕生日だったんですけど、なんかもうね外出もできないしこんななんてないバースデー初めてやなと思いながらね、なんかやっぱこういうシンガーソングライターっていう家業をやっていると、こうやっぱ誕生日の時ってなんかワンマンライブをやったりですとか、もうなんか いろんなイベントをやったりですとか、こうなんかその誕生日前に暇っていうことが何もないってことがまずなくて、なんか、はあ、なんかもうシンガーソングライターっていうかこの音楽を始めてから誕生日前にこんなに何もなかったのはいつぶりだろう。むしろこう音楽を始めてからはそういうのなかったから、もうなんか初めてねそのおとなしくしてたかもしれませんね。ちょっと一つ新しくまた年を取ってしまったんですけれども、気持ち新たに頑張っていきたいと思います。なんだかねにゃーくそーって思うようなことも多々ありますけれども、頑張って、今年も乗り越えていきたいと思いますので、本当にね、何卒今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はまあこんな声なので、ちょっと曲多めにお届けしようかなと思っております。それではまあ新しく年を取って、まあ、一発目の放送でございますので、1曲目はこのナンバーでいきたいと思います。それでは本日のオープニングナンバーお届けします。小川入りのスタートライン。ナンバー小川入りのスタートラインでした。
2022年の初めにもオンエアさせていただいたんですけど、やっぱ1月31日でちょっと新しいまた1年を迎えるということで、改めてねこの曲をオンエアさせていただきました。まあ今年のバースデーはほんまにね、なんかもうコロナとかまあね、まあ情勢の件もそうですし、なんかまあいろいろ体調的な面もいろいろありましたよね、本当にね。まあでも今年初めてAmazonの欲しいものリストをね上げてみたんですよ。じゃあもう本当にいろんなお気持ちをいただいて、なんかほんまに全然誕生日感なかったのがなんか救われました、この場を借りて本当にありがとうございました。なんか応援してくださってる方たちに本当にもう支えられて、ああ歌ってるんだなと思って本当にもう感動しました。ありがとうございます、この気持ちはちょっとね歌で返さなきゃと思って、いろいろねまたいい歌を歌っていけたらと思いますので、新しい1年も何卒どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日のメールテーマなんですけど、今日のメールテーマは今日のゲストの泉真美ちゃんがすごい動物が大好きでいろいろ飼っていることにちなんで、メールテーマペットでお届けしております。私はペットを結構いろいろ飼ってるんですけど、やっぱ猫を飼ってたことが多いかな。期間的には猫を実家で2匹、あとはですねモルモットを飼ったりとか、ペットって言うならまあカタツムリとかも飼ってましたよね。今カメも飼ってますし、結構いろいろ飼ってますよね。でまあ現在進行でデグーも飼ってるんですけど、動物はやっぱ昔からすごい好きで、やっぱ生き物がいないとちょっと寂しい、まあその亡くなるとすごいやっぱ寂しいんですけどね。うちのデグちゃんも亡くなったら悲しいやろな、可愛いな、ついてるからなとか思いながらね。まあでもそんな、テーマペットなんですけど、メッセージいただいております。皆さんメッセージ大きにありがとうございます。今日のメッセージ1通目、ラジオネームうどん県大好きさん、またメッセージくださってありがとうございます。香川県からメッセージ嬉しいです。我が家ではずいぶん前にハムスターを飼っていました。自分の部屋にケージがありました。名前はハムタでした。今は何にも飼ってません。ハムスターも可愛いですよね。でもハムスターってね寿命が結構短いですよね。だいたい2年、よく生きて2年ですよね。1年ぐらいでちょっとあれかな、1年はちょっと言い過ぎか、やっぱ2年かな。いやん、なんかめっちゃコロコロしてて可愛いけど2年で亡くなると寂しいなと思ってハムスターにはねなかなか手を出せてないんですけど、でも動画とか結構見たりします。可愛いですよね。うどん県大好きさんメッセージお気にありがとうございます。もう一つ、ペットネタでちょっとメッセージお届けさせてください。ラジオネーム埼玉のマッさん、初めてのメールでございますね。ありがとうございます。小川えりさん、お誕生日おめでとうございますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ちなみに泉真美ちゃんもお誕生日が近いそうで、お誕生日おめでとうございますとメッセージいただきました。結構冬生まれ多いんですよね、シンガーソングライター、なんとなくね。マミさんといえばたくさんの動物たちと一緒に過ごされていますが、我が家にも約40年飼育しているミシシッピー赤耳ガメがいて、体長約30センチまで成長しました。寿命的にはそろそろ限界なので、余生をのんびり過ごさせようと思います。カメさん長生きですね。でもうちのカメも実家のカメもそろそろ20年超えましたけど、この話を聞いてると40年生きるってことですね。なかなかですね、カメさんね。やっぱカメは万年ってよく言ったものですね。すごい。でもそんだけね長生きしたのはやっぱマッサンさんのですね愛の賜物でございますね。カメさんより長生きしますように。メッセージお気にありがとうございます。それではもう一通ご紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム下妻市 PR モデルシモンちゃんからお気にありがとうございます。ごきげんよう。おがえりさんのラジオに泉さんが出演されることに驚きました。泉さんのライブに、最後にお伺いしたのは数年前、私の祖父の、初
初なのか初なのかの日だったと思います。その時も別の出演者とのご縁により伺ったのですが、数回ライブを拝見させていただいたことのある泉さんが小川さんとお友達だったなんて、なんて素敵な展開でございますでしょうか。そして今もこうして活動を続けておられますことを嬉しく思います。いやなんかね、こうやっぱ長く続けてるとそういうご縁が結構つながってきたりするんですよね。ありがとうございます。そうやって言ってくださって嬉しいです。そんな東方で飼われております黒猫のミレイさんの食のこだわりがすごくて、大抵のニャンコが目を輝かせるチュールを絶対口にしないのです。口にしない以前に興味も示さないのです。お気になカリカリしか食べぬのです。うわ、すっごいグルメな猫ちゃんですね。でもなんか結構そういうこうあのこだわりみたいなのがペットってありますよね。うちのデグーもありまして、デグー3匹飼ってるんですけど、男の子のモミジはなんかこう好きなペレットがあるんですけど、それをあのもう2匹女の子2匹飼ってるんですけど、そっちの姉妹の方にあげても見向きもしないし、なんかお互いの食性が全然違うんですよね。だからあ結構みんな個体差じゃないですけど、猫もそうですけどデグーとかもあるから、うわー食の好みってすごいって思って、なのでその猫ちゃんもやっぱすごいこうチュール、他の猫はチュール好きやけどこれが嫌なんやみたいなあるんでしょうね。すごい、やっぱでもペット写真添付してくれてるんですけど、黒猫ちゃんでめちゃくちゃ可愛いです。お気にありがとうございます。それではもう一通ご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームジャスミンさん、いつもメッセージお気にありがとうございます。こんばんは。ペットは今はいなくて通ってくる野良猫のお世話です。過去に飼ってたペットは猫、犬、鳥、魚、昆虫、ハムスター等といろいろと飼いました。特に猫が大好きで複数いたこともあります。今は事情があり猫や犬等は飼うことができないです。いや猫とか犬とかもね、結構飼うのお世話が大変ですからね。メッセージ読んでて思い出したんですけど、私もメダカと熱帯魚飼ってましたね。お魚も飼ってますね。結構いろいろ飼ってますね、そう思えばね。ラジオネームジャスミンさんもいろいろ飼ってたということで、メッセージお気にありがとうございます。それではですね、もう一番のもうペット界の大ボスでございますよ。今日はですね、新潟県出身、新潟県新潟市出身の泉まみちゃん遊びに来てくださいました。それではゲストコーナーお届けします。何度迷って立ち止まってもこの Today's guest いつみまみ。はい、ということで今日のお気に入りラジオリターンズのゲストは新潟出身、47都道府県を股にかけて全国活動されていらっしゃいますシンガーソングトラベラーの泉まみちゃんが来てくださいました。泉まみです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。新潟出身ということでね、私があのこのラジオが南大沼を中心にこう流れている、はいはい、ラジオなので、ちょっとぜひ一度出ていただきたいなと思ってたんですよ。嬉しい、ありがとうございます。新潟は新潟市出身でしたっけ。はい、新潟市西区の出身です。西区、都会ですやん。はい、都会って言われるんですけど、でも通ってた中学校の横とかは全部田んぼでした。あー、まあ新潟田んぼがすごいからね。うん、南大沼ってめっちゃ雪降るんですけど、あの、はい、越後湯沢とかあるところあたりなので、はい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 、新潟市ってそこまで雪降らないかったりするのかな。新潟市は、まあ、年明けて1月入ってから積もるかなって感じですけど。あ、そっかそっか。もちろん魚沼に比べたら全然少ない方だと思います。あ、私今上越なんだけど、上越もまあまあ降るんやけど、うん、南魚沼に行くといつも、はい、2メーターとかなんかずっとこう降り積もっていくから、はいはいはい、なんかうわすごいなってなる。そこまでは降らないですね。メーターまで多分行かない新潟市は。そっかそっかそっか。じゃあ除雪とか雪かきとかもそこまでしてない、うん、大通りは除雪車が通って、うん、もう住宅街は自分らで頑張るって感じですね。あー、やっぱ私も新潟行って何が一番大変かって雪かきやなと思いましたね。
なるほど、かなり肉体労働ですよね。まずこう車に乗るのもね、雪から掘り出さなあかんやんか、うん、そうそうそう。だからなんか新潟の人って忍耐めちゃあんなと思う確かに朝から体力を使って仕事行かなきゃいけないから、ね、まあジムいらずっちゃジムいらずかね。うん、結構体力使うもんね。そうですね。うん、そんなね、新潟はいつまでいらっしゃったんですか？新潟は高校卒業するまでなので18までいました。あ、なるほど。じゃあまあ音楽をやるよって言って上京したのというわけではなくて、な大学進学で上京して、うんうんうん、で大学を卒業してから東京で音楽を始めたので、最初は全然音楽と関係なく新潟を離れました。あ、そうなんや。大学でなんかこう、そうなんですよ、あの軽音楽部とかそういうクラブに入ったとか？何にもやってなくて、それも珍しいなそうですよね。大学3年生の時に初めて東京でライブハウスに生の音楽を見に行って、あー、なるほど。でめちゃくちゃそう衝撃を受けてが最初のきっかけです。え、じゃあそれまでずっと歌が好きとか音楽を目指してたわけでもない？一番小さい頃の将来の夢が歌手になることだったんですけど。あー、なるほど。もう全然学生時代はそんなことを考えてなくて、うんうんうん、って感じですね。なるほど。なんかこうこのアーティストが好きとかこの曲が影響を受けましたみたいなんてあるんかな？好きなアーティストは学生時代はバンプオブチキンをめちゃくちゃ聴いてたんですけど。あー、なるほどね。でもなんかあんまり今の自分の音楽に反映されてるかと言われたらわかんないから、影響を受けたアーティストっていうのはわかんないですね、うん、なるほど。もう我が道を行っちゃったわけですね、はい、行っちゃったわけです。え、じゃあいきなりこう、まあライブ活動始めるよって言って、どこから手をつけたんですかね、はい。ギターもその時始めたのかな？最初ギターは最初は弾いてなくてハンドマイクでカラオケで歌ってたんですけど。へえ、なんか意外だね。そうですよね。最初の1年ちょっとは全く楽器弾かずにマイクだけ持って歌ってました。うーん、今もすごいギターをね、弾きが、あの、なんでしょう、パワフルに弾き語ってるイメージが結構あるんですよね。はい。え、じゃあそこでなんかやっぱりちょっとギター弾こうかなってなったんかな？最初はサポートをお願いしてハンドマイクでライブ活動もしてたんですけど、うんうん、その全国いろんなところに歌いに行きたいってなった時に、うん、うーん、サポートと一緒に行く予算が作れなくて。あー、なるほど。でも歌いに行きたいからどうしようかなってなった時に、じゃあ自分で弾けばいいんだと思ってギターを買いました。あ、なるほど。行動力がすごい。行動力というか決断、うん、なんかすごい。そうですね。え、急に結構そのギターをじゃあ始めるよって言って急に弾けるようになったもんなんですかね無理やり弾かなきゃいけない状況を作らないと私練習しないと思ったので。あー、なるほどね。ギターを買ったタイミングで今までそのハンドマイクでライブお世話になってたライブハウスに、うんうん、今度弾き語りをやりたいんですけど、オープニングアクトでもいいのでちょっと歌わせてくださいってお願いして枠を作っていただいて。あー、なるほどね。もうそのそうやらざるを得ない状況を作りました当時は。なるほどね。そこからやっぱその今さっきね旅に出たいっていうお話が出たんですけど、やっぱその全国いろんなとこ行ってみたいみたいな願望はずっとあったんですか？はい、そうですね。活動を始めた時からずっとツイキャスの配信をしていて、うんうん、でライブは東京でしかやってなかったんですけど、その遠くから応援してくれてる人が徐々に増えていったので、うん、これは私が歌いに行かなきゃいけないなと思ったのがきっかけで、いろんなとこ行きたいなってなりました。あー、なるほどね。47都道府県をこう回られたのって 何年前でしたっけ最初に？2016年なので6年前。あ、そっか。その時はあれやんね、あのシンガーソングライターの風見静香ちゃんと回ってたかな。そうです。なんか2人で車で回りました。ラジオでもね出てくれたんやけど。はいはい。47都道府県結構車で回るの大変ちゃう？それがあんまり大変だった記憶がなくて、うん、あ、そうなんやもうなんかずっと
ワイワイ2人で一瞬で回りきりました。1ヶ月半で回ったんですけど。めっちゃ早いな。全然、そう、めっちゃ早かったんですよ。へえ。特に揉めることもなく。ライブハウスとかこう決めてこう回ってたん？1週目は全部路上ライブで回りました。あ、そうなんや。今何周してんのかな？今はちゃんと回ったのは2周です。あ、なんかこう47都道府県を回ってここの地域が一番好きやったとかちょっと言いづらいかもしれんけど、うん、なんかあったりするかな。ご飯が美味しいのは福岡。あー、福岡はいいよね。ほんまに。うん、あとはまあでも音楽的にも九州は結構路上ライブになんていうの、好意的な方がすごく多くて、うん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 、商店街とかで生音でやることが多かったんですけど、うんうんうん、一番多分 CD も羽ばたいたし投げ銭もいただきました。わー、優しいんや。なんかそういうその路上ライブの人に対して、うん、優しい、あったかかったです。うん、そうそう、結構アーティストもね、あの福岡とか、まあそうですね、その辺から出てる人多いですもんね、メジャーのアーティストさんもね。そうですよね。うんうんうん、うん、そっか。じゃあまあそんなね、まあ2回も47都道府県を回られたということで、最初の曲はまあこちらのナンバーを聞かせていただきたいと思うんですけれども、はい、曲紹介をお願いします。はい、はい、それでは聞いてください。泉まみでトラベラー。もし気ままな魚だったら、この水槽を抜け出して、そのひれでどこまでも深く波の間を漂うのに、もし自由な鳥だったら、広がる空へ飛び出して、その翼でどこまでも遠く世界を旅するのに、夢から覚め探しに行こうか、ヒレや翼もない私だけど、この高鳴りはきっと夢じゃない。翼はなくても進め、トラベラー。何度迷う
しだけど本当のここはきっとここにある信じた未来へ進めトラベラー何度心がすれ違っても溢れ出す気持ちは抑えられない今あなたに伝えたい言葉この手で私に行こえ、聞いていただきました泉まみちゃんのトラベラーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、いろいろ質問をいただいておりまして、やっぱ新潟ご出身ということなので、はい、はい、ラジオネーム埼玉のまさんからメッセージいただいておりまして、小川えりさん、はい、泉まみさんこんばんは。そしてお二人ともお誕生日おめでとうございますと。こんばんは。あら、ありがとうございます。私1月31日なんですけど、まみちは？私2月7日です。もうちょっとですね。おー、いいですね。冬生まれね。なんかいろいろ気が気じゃない冬生まれ。冬生まれ。うんうんうん。まあ、そうそう、毎年ね、雪とかインフルエンザとか、うん、ヒヤヒヤしながらね、あのいろいろバースデーとか開催しますよね。はい。ほんで、新潟ご出身のまみさん、新潟の好きなところがあれば教えてくださいとメッセージいただきました。新潟の好きなところ。ある。全部好きですけどね、新潟。いつでも帰りたいぐらい好きだけど、なんだろうな。ご飯が美味しいですね、新潟は。でもさ、新潟ってさ、もうご飯美味しいけど、新潟のなんかお米しかないっていうか、スーパーに他の県のお米全然なくて、あ、やっぱすごいなと思って。そうかもしれない。意外と大阪ってめっちゃいろんなとこのやつあるんよ。あ、そうなんだ。うん、だからこっち来て一番びっくりしたのは新潟産のお米しかない。すごいプライドを持って米を出してるんですね、新潟はね。実際美味しいよね。美味しいですよ。私お米の新潟のご飯はタレカツ丼がめっちゃ好きです。あ、わかる。なんかうん、あの甘辛い感じのタレがいいよね。うんうん、美味しい。あと、まあ実際米の美味しさにそこまで なんでしょう、あの注意を払ってなかった今まで。おうおうおう、こっち来て、確かにね、あ、お米こんな美味しいんだと思った、はい。そう、炊きたての白米はもうそれだけで食べれますよ、新潟だったら。そうだね、なんか、うん、雑味がないというかね。うん。え、ちなみにお酒とかは好きなの？
お酒は、まあ、日本酒好きなんですけど、うんうん、でも18までしか新潟にいなかったから、その地元で飲むっていうのはやってなくて。ああ、なるほどね。はい。やっぱりお米ですって。やっぱその、ね、そのスーパーにも現れてるようにお米への誇りが、うん、お米美味しいですね。ね、ぜひ皆さんも食べに来てほしいですね。ね、そうですね。ね、でね、あともう一通ですね、ラジオネーム奈良のしげさんからメッセージいただいておりまして、はい、大学卒業後は歌手になりたい夢を叶えるために地元の企業の内定を断ってシンガーソングライターの道に進まれたと伺いましたが、その歌手になりたいきっかけとなった歌手のお名前を教えてください、はい、これはバンプオブチキンではない？ああ、なるほど。ですね、誰かに憧れて歌手になりたいってなったわけではなくて、うんうんうん、その就職活動する中でいろんな会社さんから自己分析のエントリーシートの中に自己分析のコーナーがあったりとか、面接で聞いていただいたりする中で何回も小さい頃の夢は何ですかって聞いてもらう機会があったんですよ。あー、なるほどね。そうで、あ、私小さい頃歌手になりたいって言ってたなってそこで思い出して、あ、でこのまま就職して新潟に帰ってしまったら多分やりたいことをやらずに仕事に没頭して、まあ、それはそれで楽しい人生なんだろうけど、うんうん、後悔しないかなって思った時に、今ならまだ東京にいてチャレンジできるから一回やってみようかなっていう気持ちで音楽の道に足を踏み入れました。なるほどね。新潟にこう、新潟の企業で就職予定やったんや。そうなんです。へえ、なるほどね。まあその時が分岐点みたいなね。そうですね、かなり大きな人生の分岐点だっただなって今思えば。なるほど。でね、あとね、うん、やっぱその泉真美ちゃんといえばやっぱペットのイメージがすごくあってですね、はい、ああそうですよね今ペットはちなみにどれぐらいいらっしゃるんですかね。虫以外で120匹ぐらいいます。虫を入れると大変なことになっちゃいますね。虫はちょっと数えられないですいっぱいいるもんねいっぱいいます。餌で飼ってる、餌で飼ってるのもいるし、ペットとして飼ってる虫もいます。なんか今日のね、実はテーマがペットなんですけど、はいはいはい、多分ね、一番飼育数が多いんじゃないかなと思います。マミちゃんに飼ってる人結構少ない、喫水のマニアみたいになっちゃうもんね。あ、シンガーソングライターの中ではそうかもしれないですね。あ、でも上には上がやっぱいるんですかね。いや、もう全然、私はこの業界でも仕事させてもらってるので、もう全然上はいます。ちなみにこの業界、ペット業界、爬虫類業界、どの業界になるんですか？エキゾチックアニマルのメインの業界かな。ちなみにエキゾチックアニマルって最近皆さんもね、よく聞くようになったと思うんですけど、うん、説明するときってどう説明されます？犬猫以外の、うん、ペットショップではあまり販売されていない珍しい家庭で飼える生き物って感じですかね。そっか、うち実はデグーが3匹いるんですけど。はいはいはい。デグーもエキゾチックアニマルっていうくくりなのよね、きっと。うん、そうですね。でも最近はもうペットショップによくいるし、うん、病院も見てもらえるところかなり増えてるので、その、まあ、一応くくりとしてはエキゾなのかなって感じですね、曖昧なところ。最近でもちょっと定着してきた感じもあるもんね。まだ知らない人も結構いるけど。ちょっとハムスターと同じぐらいの感じになりそうなとこまでは来てますよね。うんうん、チンチラの方が同じそのアンデスの生き物やったらあれやけど、まあまあ、うんうんうん、デグーも頑張ってきてるよねみたいなね。そうですね。マミチのとこにデグーもおるんよね。デグーいます。 1,2,3,4,5 匹。おー、5匹いいですね、はい、息のいいデグーが。息のいいデグーが、回し車うるさいデグーがいます。へえ、なんでそんなにねペットを飼うようになったんですか？最初は、うん、ファンシーラットっていうネズミを飼い始めたんですけど、うん、
一回飼ってみたら意外とお世話の手間もそんなにないし、うん、匂いとかも気にならないし、その意外と飼えるなって、自分の生活のリズムの中でも飼えるなって気づいちゃったんですよ、うん、ああなるほどね。でそのタイミングで爬虫類系の YouTuber の人とコラボをする機会をいただいて、あらあら、その人の家がもう壁全部飼育ケージみたいな、世話がすごそうだね。そう、すごいお家で、あ、この数一人で飼えるんだってなっちゃったんですよね、私の中で。あーちょっとね、それで、あ、なんか味を占めたじゃないけど、あ、いけるんだみたいな、ね、そうそう、もうすでにそうそうやってる人がいるから、あ、いけるんだってなってでしかもその爬虫類がメインの即売会のイベントのお手伝いとかステージで歌わせてもらう機会をいただく中で、うん、ペットショップで買うよりももうほぼ半額ぐらいの値段で生態が買えたりとか、あ、うっかり買っちゃうね、そしたらね。そうなんですよ、そういう機会が多かったから、うわこの子ペットショップで買ったらすごい高いのにみたいな子をあのお迎えできる機会がすごく多かったので、うんうん、気づけばって感じですね。あーなるほどね。まあでもちょっとずつこう、はい、なくなったりとかね、入れ替わったりとかはあるんだよ ね、うんうん、ねきっとね。はい、あります。爬虫類、最近流行りのレオパとかさ、はい、寿命とかって長いの？レオパは 5,6 年って言われてるんですけど、うまく飼育すれば10年以上いきます。へー、じゃあ結構あれなんだ、長生きの子も多いんやね。そうですね。亀とかすごいよね。亀はめっちゃ行きますね。まあ種類によるけど、最低でも 10年とか20年とか。うち実家にそのゼニガメ、はいはい、いるんだけど、なんか昔、その昔拾ったやつやねんけど、うんうん、もういいかげん20年ぐらい生きて猫より長寿やったなそうですよね。一体いつどうなるんだろう、このまま亀は万年でずっと生き続けるんだろうかと思ってゼニガメはクサガメっていう種類なんですけど、うんうんうん、子供の頃をゼニガメって言うんですよ。あ、そうなんや、クサガメになるんや。そう、大人になったら名前はクサガメなんですけど。へー、じゃあもうクサガメだね。もう20年。でもちゃんとちゃんとっていうか、人間に飼われてる生き物って結構ご飯もらいすぎてる子が多くて、あ、その自然界で生きれば例えば30年生きる子も、人間が飼うとちょっと肥満になっちゃったり運動不足になっちゃったりで10年20年しか生きられないっていうのがすごく多いんですよ。すごい、30年も生きるんだ。だからそう、飼い方次第で、え、その子も多分まだ全然生きますよそれはそれで大変だななんかこう、すごい、うちの母がね今世話をしてくれてるんですけど、うん、私より長いんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてるらしいですね亀はそういうのありますよね。そうですね、うん、ちなみにラジオネーム藤田さんがね、うんうん、最初に買った生き物と一番最近に飼い始めた生き物とその理由を教えてくださいっていうメッセージいただいてたんですけど、最初がファンシーラット。なるほど、そうですね、一人で飼い始めたのはファンシーラットが最初。最近か、あとは一番最近お迎えしたのはライオンラビットっていうウサギです。あのなんかほっぺたふわふわのやつ、なんかほっぺたのもう全身ふわふわです。モップみたいなやつかな。全部ふわふわです。そう、なんかライオンラビットって雑種なんですよ結局。あ、そうなんや。そう、純血統はまた違う名前があって、ライオンラビットっていう名前で販売されてる子は毛がふわふわしてる部分がある雑種のウサギで、うんうん、へー、でうちの子はアンゴラの血も入ってるので、アンゴラってもうなんか毛玉みたいなモフモフって全身なる種類が片親に入ってるので、もうほんと全身ふわふわのライオンラビットがいます今。へー、ウサギはどう、飼いやすい？ウサギは毎日ちゃんと掃除ができるのであれば飼いにくくはないかな。飼いやすい生き物ってそもそもいないと思ってるんで。なるほど、初心者におすすめとか、はい、そういうのもまやかしまやかしというか、多分手間が少ない方が飼いやすいのか、懐く方が飼いやすいのかは人によって違うと思うので、まあ、俗に言うハムスターとかは飼いやすいとされてるよね。
まあでもそれも毎日掃除ができるとか最低限の条件はありますけどね。そうだね、掃除の手間で言えば正直爬虫類の方が飼いやすくて。そうなんや。そんな掃除せんでええの？排泄も1週間に1回とかしか。そうそうそう、へえ意外とそんな感じなんだ。意外、まあ種類によりますけど。でも懐くとかあるんだね。ヘビとかだったら爬虫類は基本懐かないです。あーやっぱそうなんだ。でも慣れます。慣れる。手から餌をもらう。懐きはしないけど。あ、そうそうそう、あの飼い主を覚えているかは分かんないですけど、この人餌くれる人だなっていうので寄ってきたりとかはします。はあ、なんかメダカとかでもそういうのあるけどね。なんかそんな感じのノリかな。そうそう、そんな感じだと思う。はい、デグーとかはね、もう明確に意思を持ってるもんね、結構ね。うん、そうですね。ネズミは賢いから。あー、そっかそっかそっか。へえ、そうなんや。ちなみにチンチラとかは飼ってるんですか？チンチラ1匹います。あ、そうなんだ。チンチラもね、デグーと住んでるところが似てるから、いつかチンチラも飼いたいなとか思いながら。可愛、いですよ。チンチラこそふわふわですよ。結構あれですか、そのチンチラちゃんは飼うのが難しいと言われてますけど、どんな感じですかね。この機会に聞いちゃおう。言われてますが、私はみんな生き物は同じ部屋で飼ってるので、そのなんか飼育の例えば温度がチンチラはちょっと低めなんですよ。もともと高山地帯に住んでるから。そうなんです。デグーと一緒、18度から22度。いや、デグーより低いです。多分そんな低いんだ。寒いが、そのそう、本に載ってる適正な飼育温度なんですけど、でも正直その動物病院連れていくと先生によってこれぐらいでもいいよっていう温度は全然違うし、はあ、なるほどね、その個体によってそうそうそう違うから、まあ飼いづらい、その多分温度と湿度の管理が大変だから飼いにくいって言われてるけど、実際飼ってみたらそこまで何徹底的に例えば20度をキープして湿度 30% キープしてってちゃんとやらなくても、まあ、健康に生きてはくれるって感じですね。そうだね。デグーとかも結構湿度があって言うけど、まあ意外とイケてるみたいなね、そう、意外とに人間快適な感じで大丈夫なところありますよね。うん、もうちょっと生き物で困ったら泉先生のところにね、皆さん行きましょう。でね、あともう一つあるんですけど、ラジオネームこめちゃんさん、マミチワンマンライブ頑張ってねとメッセージ来ておりまして。ああ、ありがとうございます。新潟ゆかりのお二人がラジオと聞いてメッセージを送ります。お二人に質問ですが、新潟って変わってるなと思ったところはありますか？新潟変わってるところ、私は大阪人だから新潟の人めっちゃシャイで最初ちょっと、まあ、地域によっても変わりますけど、大阪の人が多分ね、おかしい。なんかこうおかしい。私も大阪人だから言うけど、距離感がなんか近い。なるほど。私は最初それがびっくりしましたね。意外とシャイな方が多いというか、入り込んだらすごく仲良くしてくれるんですけど、そうですかね。なんかそこまでがなんか、なんで大阪から来たのとか、わざわざみたいな感じで結構言われたりは、ね、そうそうそうしたので、受け入れてもらうまではちょっと時間がかかったかな。なるほど。うん、私はそんな感じかも。なんかあるかな。あんまり、もう生まれ育ったのが新潟だからな、私の中で多分それが普通なんですよね。そうだよね。多分マミチが大阪に行ったらギョッとしたとかそんな感じかも。大丈夫だった？全然、私大阪大好きなんですよ。あ、よかった。そう、一回大阪引っ越そうかと思ったぐらい大阪好きなんですよ。え、そんなに？ありがたいね。そんなに。そんなに。そう、だから多分私はそのエリさんが言う新潟の人シャイだなには多分当てはまらない人間だと思う。そうだね。新潟の人の中でもやっぱいろいろいるからね。あ、全然そんなこともない人もいるもんね。うん、わかんないですね。私新潟変なとこ思いつかないですね。なるほど。いつか新潟には戻りたいなみたいなのもあるの？
新潟に戻りたいか、でも田舎に住みたい気持ちはあるので。そうだよね、やっぱそんだけ生き物を飼ってたらば、ま、そうだから、まあ、両親が元気なうちに田舎に引っ越せるのであれば場所は多分新潟になると思います。ああ、なるほどね。うん、新潟変なとこない、変なとこっていうか変わってるとこなかったってないと思う、ただ私の中ではない。うん、またあとなんでこんなに雪が降るところにどうしてみんな住むんだろうって最初思ったなぜだと思って確かに新潟だけじゃないですけどね、それはね。そうそう、だからそれだったらもう雪国全体に言えるからね。うんうん、まあ、でも雪国の人にそれを一回聞いてみたら、もう最初から降ってるからそういうものだと言われましたね。いや、そうなんですよね。だからもう一番最初にそこに住み始めた人に聞かないと分かんないですよねそうだねなんですんなみたいなねそこで馴染んできちゃうからね。うん、まあそんなこんなで、ちょっといろんな話をすいません、脱線もしながらありがとうございましたありがとうございます。ちなみにですね、2月2日放送なんですけど、それ以降になんかおすすめのライブってありますか？はい、ちょうど2月の5日の土曜日夜にワンマンライブがあります。あら、素晴らしい、バースデーですね。はい、バースデーワンマンライブが六本木、東京の六本木にありますクラブエッジというライブハウスで開催します。おー、このワンマンライブは配信ライブとかもあるんですか？これがですね、配信なしで現地のみのライブになるので、まあ、これはレアだね。この感じだからちょっとね、新潟から来てくださいは声を大にしてはちょっと言いづらいんですけれども、うんうん、33歳になる大事なワンマンライブなので。いいね、ぜひ。なんかこう33っていいね。そう、ゾロ目、人生の中で私は8回しかないと思っているゾロ目の年の3回目を迎えるんで。あ、そう考えると本当だね、大事だわ。そう、うん、大事ですね。新潟の方には、配信もやってはりますし、YouTube もあるし、うん、通販もありますんでね。うん、ぜひそちらも遊びに来ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。他にもですね、いろいろメッセージ、よろしくお願いします。はい、激励のメッセージなどもね、送っていただいていたので、こちらはですね、またまみちに転送しておきますので、皆さんメッセージありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後ですね、もう一曲まみちゃんの曲を聴いてお別れしたいと思います。今日は本当に来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後、曲紹介をお願いします。はい、2月5日のワンマンライブのテーマにもなっております、この曲を聴いてください。泉まみで今だから。今日は泉まみちゃん遊びに来てくださいました。ほんまに大きにありがとうございました。ありがとうございました。流れ時の中、流される時の中、いつから始まり終わりに向かう、溢れ落ちたこの世界、する意味を探す、目を向ける先にあなたはいた。今にも潰れてしまいそうな、その心も体も抱きしめられた。今だからこそできる
何も変わらずに笑っていること言葉にしなくとも聞こえるその声をちゃんと受け止めて抱きしめることくる答え正しいのかなんて誰にもわからない。でも今ここにいることは真実で、大きにラジオリターンズ。お相手は漢字の小川にカタカナの入りで小川えりがお届けしております。なかなか鼻声やから喋りにくいことを早く鼻声解消してほしいな。ということでね、今日のテーマはペット。まみちゃんほんまにね、いろんな動物はほんまに詳しいですね。いろんな話を聞かせていただきましたが、皆さんのメッセージもご紹介していきたいと思います。ラジオネーム藤田さん、メッセージお気にありがとうございます。ペットの話。現在はペットを飼ってはいませんが、実家にいた頃には犬を飼っていました。雑種でしたが、飼っていた祖父のしつけが甘かったのか、私が小学生の時、40年以上前に散歩中に人に2回ほど噛みついたことがあって、保健所から犬は飼ってはいけませんと言われてしまいました。犬を飼、ね、飼、人を噛む系はちょっと危ないですね。犬は結構やっぱあれですからね、なんか噛みつきの能力がすごいですからね、大怪我にもつながりかねませんもんね。祖父も亡くなって10年以上経過したところに実家に行くと、今度は雑種の猫がいました。もう10年近くになりますが、未だに元気にしています。まあ猫はね、こうあんま襲ってきたり噛みつかれたりとかは、まあ、引っかかれたりとかはあるけど、基本ねこっちから仕掛けないと襲われることはないかなと思いますね。でも猫ちゃんに落ち着いたようで、ご実家の方良かったですね。ラジオネーム藤田さん、メッセージお気にありがとうございます。もう一つ、ラジオネーム奈良のしげさん、いつもメッセージお気にありがとうございます。だんだんどうも、こんばんは、奈良のしげさんです。動物を飼っている、飼っていたこと。祖父の存命中までは自宅で誰かが世話をすることができたので、いろいろな動物を飼っていました。赤製インコやコイ、マルチーズ、名前はオスでアトムでした。熱帯魚、あとは熱帯魚ですね。動物を飼うなら最後まで責任を持って世話をしないといけないので、現在は飼っていません。ちなみに猫よりやや犬派です。犬も可愛いですよね。やっぱ何がいいって、お散歩に一緒に行けるのがなんかいいなってすごい思います。猫は猫でね、あのゴーイングマイウェイな感じがすごいいいんですけどね。まだまだメッセージいただいております。ラジオネームヤムリンさん、メッセージお気にありがとうございます。泉さんにリアルにお会いしたのは47都道府県のライブ中に富山駅の地下でライブされた時ですと。さすが47都道府県でやっぱいろんなところでね、あのライブされてましたからね。ペットは飼っておりませんが、自然豊かなとこに住んでおりますので、野良猫とかイタチとかタヌキとかハクビシンとか時たま見れますとメッセージいただきました。わかる、私もね、今住んでいる家の前でなんか
タヌキが悠々と歩いていました。結構ね、なんかタヌキとか目撃率高いですよね。メッセージお気にありがとうございます。でね、亀を飼ってる方の率がちょっと高い気がしますね。ラジオネームしょうちゃん、こんばんは。今日は テーマはペットですね。さて、実家では13年前から亀を1匹飼っています。名前は亀吉、まあまあ大きいです。種類は北米原産のオスらしい、知らんけど。あとは詳細不明。というのも、もともと亀吉は大阪に住んでいた母方の祖母が訳あって家で飼うことになったそうなのです。大変可愛がっていたそうな。その後、祖母が亡くなる間際に行き場のない亀吉を親が引き継いで飼うことになりました。今では家族のように扱われています。最近は鶏ささみ肉を気に入って食っています。かなり気分屋です。デグーよりちょっとワイルド系ですが、長生きしてほしいものです。鶏ささみ食べるんやね。私、その家の実家の亀はあれしかあげたことない、ペレットしか。へえ、鶏ささみ今度やってみようかな。ワイルドですね、亀ちゃんね。ラジオネームしょうちゃん、メッセージお気にありがとうございました。いろんなペットのお話聞かせてくださってありがとうございます。なんかこう、私もやっぱ動物大好きなんでね、こういうお話ができて嬉しかったです。そして泉まみちゃんにいろいろ教えてもらえて嬉しかった。またいろいろ教えてもらいたいな。っていうか、家に遊びに行ってきてね、今度レポしないといけないですね。こんなにいろんな生き物がいるんだっていうことをね、レポートできる日が来ることを楽しみに私も、待ち望んでおります。あと最後メッセージね、ラジオネーム水星石のマスターさん、メッセージいただいております。好きな名古屋飯はありますかとメッセージいただきました。バースデーツアーの時に食べたピオリンかな。いや、名古屋駅にありますね、お土産屋さんってかケーキ屋さんなんですけど、プリンなんですけど、ひよこの見た目をしたピオリンっていうお菓子があって、持ち運びが非常に困難なお菓子なんですけど、めちゃくちゃ可愛かったので、名古屋に行った際は皆さんぜひピオリン食べてみてください。ラジオネーム水星石のマスターさん、おおきにありがとうございました。それではですね、ちょっと私今、こんな状況なのでライブがまだ決まってないんですけれども、通販にいろいろね、ハンドメイド商品とかいろいろあげてますので、ぜひ小川えり通販遊びに来ていただけたらなと思います。ツイキャスで配信ライブもやってますので、ぜひ遊びに来てください。全力でお待ちしております。あとはですね、3月に自分の企画ライブがあったり、1月の延期になった、プレミア配信、有料のライブ配信なんですけど、それが2月20日にあったりですとか、いろいろありますので、ぜひ漢字の小川に、カタカナの襟で小川襟でホームページ調べてみてください。いろいろほんまにありますが、新しい1年頑張っていきたいと思いますので、改めて今年1年皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日のエンディングナンバー、ペットにちなんでこのナンバーをお届けいたしましょうかね。小川恵里の金魚ちゃんでお別れしたいと思います。今日も聞いてくださっておきにありがとうございました。小川恵里のおきにラジオリターンズでした。皆さんどうもおやすみなさい。
しましょう。